黒の女教師、愚か者と繰り出された高倉先生の回し蹴りを見事にかわして、やっと思い出したか、愚か者はどっちだと切り返したのは、なんとというか案の定というか、うん、松村北斗演じる戸田敏夫、はい、そして高倉先生が下村明日香になりすまし佐伯栄華にメールを送ったのもあなた、水野葵になりすまし学校にファックスを送り続けたのもあなた、全部あなたがやったことねと問い詰めると、そうだ俺は水野葵の弟だ。で、水野葵というのは高倉先生が通い詰めてた女の子、長島瑞穂の親友で、4年前に国分館高校の屋上から転落し、戸田は高倉先生にどうしてあの日姉ちゃんを助けなかったと見殺しにしたことを責め、続いて内田先生にはどうした加害者の父親と会うと不倫関係をなじり、最後に藤井先生にはどうして姉の絵を描くと、これは全くのお門違いのような恨み言葉を浴びせた挙句、俺の姉はこの3人に殺されたんだ、事故に見せかけこいつら3人が隠蔽した、愚か者はお前たちだと言い放ったわけでね。まあ結局のところ、うん、あの長島瑞穂が引きこもり状態になってるってのも、うん、親友を死に追いやったと自分を責めているせいなのか、うん、そしてなんとあの南加穂演じる芹沢校長までもが大いに関係ありといった感じでね。ねえ、で言うとね、こう最終回でね、いろんなことが明らかにされていくんでしょうけど、うん、なんか前振りやったなみたいなね、うん、そんな黒の女教師、うん、まあいろんな教育問題を抱えてる現代の日本にそれこそ鉄槌を食らわすっていうような意味合いさえ含まれていたとは思うんだけど、はい、でところで、はい、公式サイトに掲載されている小木ママこと教育評論家の小木直樹氏のインタビューではこんなことも、はい、やはり最近対応が難しくなっているのはいじめ問題です。現代はメールでのいじめがありますからね。でもどんなにいじめが見えないと言っても学校で子供の様子をよく見ていればわかるはずです。子供たちは女優さんみたいに演技力がないですから素直に出てくるの。毎日会っていればわかりますよ。あれ一人だけ元気がないな、あの子一人だけ挨拶してないなって。それが見抜ける教師でなければ僕はダメだと思いますね。子供の本質というのは時代が変わっても変わりません。ただ表現方法で言うと激変していますね。携帯は持っていますし、情報社会になっていて本当にいろんなことを知っていますよね。また地域社会がなくなってみんな孤立して生きているから、子供たちは怖いもの知らずなところがあるんです。大人や社会を舐めているような言動が見られることもあるけれど、正義感、向上心、そういう純粋さは大人の数倍持っていますよ。ただ昔と今とを比べてみると、例えば江戸時代の寺子屋の先生は突出して何でも知っていて人生の師であり知識の師でもあった。現代は情報社会でしょ、先生が生徒よりも劣っているところがたくさんある、先生だって負けてしまいます。尊敬される中心ではなくて、むしろ生徒と一緒に、君たちと一緒に先生も学ぶよ、一緒にこの課題を追求しようと思うようになるといいですよね。例えば小学1年生が先生どうして勉強するのと質問をしてきます。先生からだけでなくお母さんたちからも、小木先生なんて答えたらいいでしょうとよく相談をされますが、勉強する意味はこうなんだよ、だからこう勉強しなさいと答えなければいけなかったのが少し昔の先生。今はすごいな、小学校1年でそんな疑問先生は思ったことないよ、素晴らしいと認めて、実はね先生もあんまりわからないんだ、〇〇さんはどうして勉強すると思うと一緒になって追求しようという誠実さがあると、小学1年生でもいい先生に巡り会えたと思ってくれますね。それから大事なのは喜怒哀楽かしら。嬉しい時には喜ぶし、悲しい時には涙が流れる、生徒たちと喜怒哀楽を共有する、そういう先生を人間教師というのですが、今は無味乾燥で無機質な社会だからこそ生徒は人間教師を求めているところがあります。それと心のキャッチボールね、言葉そのものだけではなく、ノンバーバル、つまり非言語な表現や雰囲気、抑揚、そこから伝わるものがすごく大きい。大学では身振り手振りが一切なく、じっと壇上に立つ先生とか、ずーっと90分間天井の一点見つめて話す先生とかいるの、不気味よ。そして一方、教師が抱えている問題も生徒のいじめと同じくらい深刻で、すごい人数の先生方が1年以上休職しているの。病気休職者のうち 62% が精神疾患による休職者です。東京で言えば500人ぐらいの先生が休んでいるんです。先生が元気で生き生きしていたら生徒も元気が出ますよね。例えば朝行きたくないなぁと思っても、小木先生に会える、元気だあの先生小さいけどと思ったら来られちゃうのよ。先生に会いたくて来るの、小学生なんて特にそうよ。だから先生は生徒の希望でなければいけないと思う。だからある意味で正義の味方かな、何かあった時に助けてくれる、そういう安心感、それはないといけないですね。とにかく現実的には国際社会からも日本のことを心配されていて、2009年には
ILO 国際労働機関とユネスコ共同専門家委員会から文科省と47都道府県の教育委員会に対し教員の地位に関して是正勧告が出たほどです。世界で日本だけです。それぐらい日本の教師はある意味恵まれていない。本当に一生懸命打ち込んでいるのにもかかわらず、先生たちは声を出してどんどん言わないといけないですよね。先生も今物言えない時代になっているの。こんなこと言ったら校長に迷惑かかるとかね、肝心なことが言えず息が詰まっています。子供たちを愛して子供たちの教育環境を守っていこう、心の豊かな子供を育てていこうと思っているなら、まずいことはまずいと言わなきゃ、僕はどんどん言うべきだと思います。そこをなんで自分の身を守ってしまうのか、文科省が決めたことだからなどと人のせいにしないで、私はこう思いますと言えなかったらそれはダメだと思うの。なるほどね。まあ小木ママの言うようなね、そういうメッセージがこのドラマの最後にも込められていることを期待したいですね。ということで、何はともあれ黒の女教師の最終回、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。